おいゲンキケロは、ジャズピアノ奏者。クラシックを、ジャズ化して演奏し、成功を収めた大一人者である。中でも、バッハの作品のジャズ化が広く知られる。出生地は、ルーマニアのクルジュイコールナポカ。クラシックのピアニストであった母親から幼い頃より、ピアノを習い、10歳の時にはリサイタルを開くようになるほどの天才ぶりを発揮した。しかし、兄の影響で、 ジャズに興味を持ち始めるようになり、18歳の時には兄と一緒にジャズグループで活躍するようになる。そして、ルーマニアからオーストリアに移って活躍を続けているうちにヨーロッパのジャズレコードで有名な MPS レコードの社長に認められ、1965年に初めてレコード録音をする。これがデビューアルバムのクラシックの曲をジャズ化したロココジャズである。 息子のロゲル・キッケロは、ドイツ語圏を中心に活躍したシンガーであったが、2016年3月24日、脳梗塞のためハンブルクで死去した。去年45歳。ありがとうございます。